どうもこんにちは、えー。楽しい数学の世界へようこそ、えー。高校数学が抜群にできる人、あるいは大学で関数論を必要としているがいまいちわからない人、えー、基本は分かっているが漠然とモヤモヤ感がある人、や、えー、もう一度即習したい人などなど、えー、関数論に関して、えー、何回か講義をしていきたいと思っています。えー まあ、教科書にはない、より具体的な説明を分かりやすく教えたいと思います。えー、ただ、えーとまあ、通常そうです、ね、関数論は例えば数学科の生徒でいうと、大学3年時に学習する内容なので、えー、結構高度です。えー、なので、まあ、最低限、例えば高校数学の数3の教科書のレベルはマスターしていないと、大学レベルにはついていけません。それから 大学教養の微積文学も少し仮定したいと思います。それでは、えー、複層数関数としての指数関数、えっ、ー、と、fz イコール e の z 上ですね。これ exp の z と書きます。これについて、えー、考えていきたいと思います。えっ、ー、と、まず定義ですね。えっ、ー、と、定義はいきなり唐突なんですけども、これです。えっ、ー、と、 実数,数,数関数としての E の X 上は、まあ、X が実数のときには、えー、グラフは書けましたよね。こんな風にね。Y で X で、まあ、単調増加な関数でこういう風になると。ここ1ですよね。で、1のときには、えー、と E という値を取ると。こんなのはやってるわけです。でグラフはすごくよくわかっているものとみなしているわけです。えー、ところが、 えっと、w イコール fz という、まあ、複素数値関数ですね。複素関数 e の z 乗と書いたときには、えー、これはグラフを書くことができません。というのは、平面を平面に対応させる関数だからです。えー、つまり、えっ、ー、と、z というのは複素数ですから、えー、実軸と虚軸ですね。に対して、えっ、ー、と、x 足す iy と。 z イコール x たす iy という複素数上のこの点に対して w という点を対応させるわけです。でこちら w 平面ですね。w 点という点を w イコール e の z 上と,と書いてこう点を対応させるわけです。だから、えっと、まあ、グラフを書くことができなくなってしまうわけです。 まあえー、と点を追うことはできるんですね。まあ、例えば、えーと、ここの点が1だったとしますよね。1からこう上がっていくと、まあ、実はこの点、えーと、E から始まって、E からこういうふうな円を描くんですよね。こう円回っていきます。えー、と例えば、えー、1たす πi までこう変化すると、ここがここまで来るんです。マイナス E まで来るんです。 こんなような関数、まあ、対応があるわけです。だから、えっ、ー、と、そうですね、E の Z 乗って書いた場合には、まず、えー、W イコール FZ イコール E の Z 乗って書いた場合には、えー、Z は C 乗の関数であると。複素数上の関数であると。 定義域が、定義域が平面で、複数平面。定義域が C 全体だということです。で、えっ、ー、と、これが定義でしたよね。だから、えっ、ー、と、Z の映った像 W というのは、この値なわけです。これなわけです。で、よく見ると、これが、 え、変革になってる。えー、これ極形式の形ですよね。だから、えっと、これ、W の、えっと、絶対値になります。で、一方、この Y の値、この値は、えっと、変革ですよね。だから、W の、え、アーギュメントになるわけです。これ、変革になってるわけです。まあ、Y は実数として1とか2とか考えてるけれども、cos1 とか、Y、えっと、sin2 とか、 えー、そういう値も、まあ、ちゃんと存在しますよね。まあ、ラジアンですけど単位はね。だから、えっ、ー、とー、まあ、計算しやすい値としては π とか2分の π とかのが計算しやすいわけですけれども、まあ、1とか2とか代入できるわけです。で、ラジアンで計算するということになるわけですね。で、これ、あの定義を、まあ、ちょっと下にもう一回書きましょうか。えー、e の x かける cosy たす isin Y えー、っと、これ、y が0のときには、y が0のときには、えー、っと、sin y は0ですよね。で、c o s y は1になります。だから、これ、e の x かける1たす 0i になって、e の x 上になるわけです。つまり、これは、えー、っと、z が実数だったら、 実数ならば、えー、fz は、e の z 上は、実、えー、数値関数と、まあまあ今まで数算で勉強した実数値関数と、全く一致するわけです。e の x と一致するわけです。ですよね。で、 えとまあ、そもそもこの定義が、えーまあ、なんでこんな定義が突然出てきたかというとです、ね、えーとまあとで勉強することになると思いますが、えーと、生息性、微分可能性とか生息性といった条件、まあ、連続性とかですねそういうものを付け加えると、えー、実数値関数が E の X と一致するもので、拡張になるものはこれしかないんです。まあ それはおいおい説明していくことにしますけれども、まあ、最初の時点では、えっと、これを認めてください。まあ、あのちゃんとそうなってるんですよ。これしかないんです。で、えっと、今日はまず、えっと、この性質1だけ説明することにします。だから、Fz が0にならない、複素平面上で0点を持たない、0点にならない、0にならないと。 多くの多項式、整数関数は0点があります。だけど、e の x 上は、z 上ですね。これは、2の z に対して、fz は0にはならないですね。これどうしてかというと、まあ、定義見てください。fz の絶対値。これは、 えっと、e の x 乗を cosy たす i siny でしたけれども、えっ、ー、と、先ほどの注意しましたけど、ここが、えー、絶対値で、ここの絶対値1ですよね。これの絶対値1ですよね。cosy たす i siny は単円上の点ですから、えー、絶対値1なので、 結局、これは e の x 乗になるということです。で e の x 乗になったら、これ実数値関数ですから、これプラスですよね。これ、あの、さっき書いた x 軸、y 軸で、えー、実数値関数がこうなってるからです。で、y の値は、ここしか取らない。0になることはないです。マイナス無限大にしても0にはならないですよね。だからこれのとイコール0ですよね。だから fz は0にならなく、つまり、 fz は0でないということが言えます。つまり0点を持たないと。ロ点を持たないということですね。えー、と0点という意味は多項式が0になる、多項式とかですね、えーまあ、解と、解の、fz=0 の解のことです。0点がないと。ということですね。 はい。それでは、セス2に関しては、次回、えー、説明することにしましょう。えー、では、今日の教授は、えー、授業はこれまでとしたいと思います。ありがとうございました。